本日はありがとうございますどうぞよろしくお願いします本日のアジェンダはご覧いただいている通りでございます前半私から後半安田の方からご説明申し上げますまず第3クォーターの決算のサマリーです売上高は22%増1371億円営業利益は44%増173億円 経常利益は40%増165億円。最終利益は62.5%増の61億円。上、売上から経常まで最高業績を更新しております。次のページです。第3クォーター、7、9月の営業利益の増減分析になります。前年同期の44.9億から 10.4億円増益しております。内訳は、インフラ事業が過去最高業績の更新をいたしました。新規事業である仮想通貨事業がマイニング事業のマイナスを交換事業の伸びで補いプラス3.3億円。金融事業が好調の継続でプラス2.4億円。一方、広告メディア事業が アドフラウド問題の影響などがあり、マイナス2.2億円。インキュベーション事業が今期は主だった株式売却がなかったため、マイナスの2.6億円となっております。続きまして各セグメントのサマリーになります。インフラの営業利益は対前年44.8%増の 29.3億円と、四半期連続の最高業績を更新いたしております。決済、EC、SSL、アクセスを筆頭に、各事業が好調に推移をいたしております。広告メディアの営業利益は 79.、79.2%減の0.5億円となっております。アドフラウド問題など、 ネット広告市場の変化への対応を進めておりますが、収益性は厳しい状況です。引き続き、グループの重点ポイントとして、自社開発の、自社商材の開発、強化に取り組んでまいりたいと考えております。金融事業の営業利益は10.7%増の25.8億円となりました。FX 取引高の減少トレンドは続いておりますが、 従前から取り組んでまいりました収益率の改善により、好調が続いているという状況です。仮想通貨事業の営業利益は1億円の黒字転換となっております。交換事業は収益基盤の確立が進み、4、6月期に続き黒字形状となっております。一方、マイニング事業は現在は自社マイニングの数字となりますが、 ビットコイン価格の下落、総グローバルハッシュレートの上昇といったマクロ環境の影響を受けております。次に配当についてご説明をいたします。当グループは市販機配当制度を採用しております。業績予想を非開示とさせていただくことから、配当予想をお出ししておりませんので、 期ごとの配当金額の発表をさせていただきます。第3四半期末の1株当たりの配当金は5円50銭、配当成功は投資家の皆様にお約束しておりますとおり、33%となっております。はい、以上、私の方からご,ご説明させていただきました。 以降につきましては私安田の方からご説明をさせていただきますよろしくお願いいたします、えー、決,算決算の概要となります、えー、こちらは四半期のセグメント別売上げの、えー、6年間の推移となります対、えー、前年でパー2 0 6の増収となりました、えー、昨年から、えー、成長トレンドが一段強くなっているのを感じております 続いて、セグメント別の営業利益でございますが、こちらも2017年から営業利益の成長も加速しております。直前の四半期から、ファンドの売却、ファンド売却の,一過,の一過性の要因がありまして、現役となりましたが、インフラ金融を中心に利益拡大が続いております。 続いてですが、1月から9月の PL のサマリーでございます。金融、インキュベーションといった利益率の高い事業が伸びていることから営業利益率は12.6%となっております。他はご覧の通りです。続いて BS のサマリーです。調達サイドでは上場グループ会社の GMO ペイメントゲートウェイが え、転換社債を発行したことなどにより、え、有利負債が増加をいたしております。え、一方で、え、資産サイドでは、え、マイニング事業への投資により、え、固定資産が増加をいたしております。え、続いて、え、キャッシュフロー計算書のサマリーです。え、BS のところの説明と重なりますが、え、投資キャッシュフローの増加は、え、主にマイニング事業への投資。 財務キャッシュフローの増加ですが、先ほど申し上げました PG の転換社債の発行など、有利子負債の増加によるものとなっております。続きまして、グループの外況となります。まず、グループ上場各社の時価総額と当社持ち分相当額はご覧の通りとなっております。 このうち GMO フィナンシャルホールディングスですが、以前からマーケットにおける流動性が課題でございまして、その改善を目的とした売り出しを10月12日に行いました。この売り出しによりまして、当社の持ち株比率は61.9%となっております。 続きまして、当社の4つの事業領域を俯瞰した図でございます。売上比率で領域の大きさを表現しております。インフラの契約件数、FX、証券、仮想通貨の口座数など、いわゆる岩盤収益基盤としての顧客基盤が合計で1090万件となっております。 こちらはすべてアクティブなアカウントでございまして、昨年から1年間で113万件の増加、月に直しますと約10万件近い純増のトレンドとなっております。続きまして、グループのパートナー、いわゆる人員数の状況です。 9月末のグループのパートナー数は5,691人となっております。そのうち45.5%がエンジニア、クリエイターという技術力を持った作る人となっております。この作る人の比率を50%超にするという目標に向けて引き続き人材投資を行っていきたいと考えております。続きまして各セグメント、インフラ事業の概要です。 こちらは前市販機ご覧いただいていますネットインフラ事業の事業構成になります。ご覧のようにインフラ事業はナンバーワンサービスの集合体でございます。力強い成長はこういったナンバーワンのサービスの集合体ゆえに実現できていると考えております。続きまして市販機売上げ推移とその内訳となります。 ストック型、あるいは岩盤型と表現すべき、そこがたい収益に、トランザクション型の収益モデルも積み上がり、成長が加速しております。<laughs> 続きまして、市販機営業利益の推移です。決済、SSL といった利益率の高い商材が好調に推移というトレンドは、全クォーターから変わっておりません。 特にこの四半期ですが SSL が国内外で好調に推移をいたしましたこちらの好調の要因は前回の説明会でもご案内したとおり常時 SSL の影響によるものとなっていますインフラの契約件数ですがご覧のとおり960万件となり過去最高となっております 繰り返しになってしまうんですが、この契約件数がストック型あるいは岩盤型の収益モデルと表現される、底こがたい収益のベースとなっております。続きまして、広告メディア事業の状況となります。まずは、四半期売上推位とその内訳となります。 一番下の薄いブルーのネット広告ですが、こちらは広告代理が対前市販機から復調し2、2桁成長となっておりますが、一方、濃いブルーのメディアにつきましては、既存商材の落ち込みがあり、前年割れとなっております。続きまして、メディアセグメント市販営業利益の推移となります。 こちらですが、えアドフラウド問題の影響などによりまして、えネット広告市場全体の変化に対して、ま厳しい状況が続いているといった状況です。え足元では、え自社アドネットワーク商材の信頼性向上のため、え掲載基準の厳格化など、え中長期的な競争力の強化に向けた取り組みを実施してまいりました。え引き続き、このトレンドを変えるべく、えお客様の課題、 に取り組むとともに、グループのテクノロジーを活用し、自社商材の開発、販売に注力していきたいと考えております。続きまして、ネット金融事業になります。市販期業績の推移ですが、ご覧の通りです。FX 取引高の減少が続く中で、対前年では2桁の増益率となりました。 これはビッグデータ解析などによる収益率の改善の効果と高収益通貨ペアの取引の増加によるものでございます。続きまして FX の取引高の推移です。6年連続して年間取引高世界ナンバーワンを継続しておりますが取引高のトレンド自体は落ち着いた推移をこの1年ほどは見せております。 続きましてですがその他の事業ゲーム事業の状況ですさてセグメント上は今期からその他の区分に計上されているゲーム事業ですが新規タイトルが好調に推移してますのでご報告をさせていただきたいと思います皆様ご存知のサッカーのキャプテン翼のゲームが10月18日のリリースから 3週間足らずで100万ダウンロードまで進捗をいたしましたゲーム事業につきましてはセグメント上はその他に区分されているものの足元第4クォーターでは黒地下が見えてきたといった状況でございますまた来年なんですがご覧のタイトルをリリース予定をしております 方針演技と読むんですけれどもこちらは根強い人気がある IP もので好調な事前登録を頂い,いておりますまたその隣にありますリアライブですがこちらは「厳冬者様エ b ベックス社様」との合弁会社で進めているタイトルになります続いてでございます海外事業の状況についてご説明をいたします 当社グループですが、世界に23カ国、64拠点に展開をしておりまして、海外のパートナー数、いわゆる人員数は1298名となりました。一方、海外売上比率ですが、足元では約9%でございます。Z.com ブランドで展開します、インフラ、金融、 え、マイニング事業を通じて、この比率をさらに引き上げていきたいと考えております。続きまして、金融、決済、仮想通貨領域についてご説明をいたします。はい。まずは仮想通貨事業におきます取り組み方針でございます。え、マイニング事業、 あと、苦戦事業、いわゆる交換事業につきましては、この後ご説明をさせていただきます。また、3つの、3つ目の項目でございます。仮想通貨決済、いわゆるペーメントにつきましては、先日発表させていただきました、ステイブルコイン。こちらが新しい金融インフラの一つになり得る可能性がございますので、後ほどご説明させていただきたいと思いますが、そういった新しい取り組みを踏まえて、今まで、 の×という表記から点線の丸という表記に変えさせていただいておりますまず仮想通貨セグメント全体の業績でございますがこちらのとおりでございまして事業開始1年で四半期売上は26億円利益は1億円となりましたその仮想通貨事業のセグメントの内訳です 内訳で、仮想通貨交換事業ですが、対前市販機費で仮想通貨の取引量が減少するものの各種の施策により増益となりました。仮想通貨の現物取引とレバレッジ取引を提供しておりますが、こちらのは事業モデルが GMO クリック証券の FX 取引とビジネスモデルが同様でございまして、ポジションの取り方やカバーの取り方、 こういったもののチューニングが成果につながってご覧のようにボラティリティに左右されない収益基盤を確立させていただいております。こちらのグラフですが、青い棒グラフが仮想通貨の売買代金、オレンジの折れ線が口座数の推移となります。 まビットコインなどの価格が断腸に推移している状況で、取引高はあまり大きくないものの、口座数は順調に獲得をしておりまして、こちら利益成長につながってきております。また、9月7日より取引所サービスも開始をいたしまして、従来に加えましてお客様により自由度の高いお取引の機会を提供させていただいております。 続きまして、仮想通貨マイニング事業についてでございます、はい。7月から9月にかけまして、自社マイニング施設へのマイニングマシンの増設を計画通りに行いました結果、自社のハッシュレートが増加いたしまして、採掘コインが増えて増収はいたしております。 しかしながら、一方では、外部環境で見ますと、グローバルハッシュレートが5万ペダハッシュを超えたこと、またビットコインの価格も何ちゃに推移したことがあり、そしてまたこれ内部要因でございますが、過去に購入いたしましたマイニングマシンですけれども、こちらが価格が高いときに購入した結果、消却負担が今回 PL 負担増となりまして、結果としては現役となっております。 続きまして、月次会場を行っています、このマイニング事業の当社のハッシュレートと採掘量の推移でございます。青い折れ線グラフがハッシュレートでございまして、10月末時点で674ペタハッシュ。当社はビットコインとビットコインキャッシュ、こちらの2つを採掘しておりますが、 その二つについて、月末時点のレートと採掘量をかけました参考収益額、収益の額ですね。こちらを棒グラフでお示ししております。これ10月末時点の674ペタハッシュでございますが、このハッシュパワーの全て100%でビットコインを採掘した場合の当社のシェアは約1%。 仮に100%ビットコインキャッシュを採掘した場合のシェアは約15%となりますこちらのハッシュパワーでございますが年内自社マイニングで800ペタハッシュになることを見通しております次でございます こちらは実際のビットコインのマクロ環境を示したもののでございますビットコインの価格がオレンジの折れ線グローバルハッシュレートの推移が青線で表示しておりますオレンジのビットコインの価格ですけれどもこのところ大体いい7000ドルから8000ドルで推移の方をしております 一方、合わせのグローバルハッシュレートですが、この3級ですが、引き続き上昇傾向で、4月末に4万3000ペタハッシュ。足元は5万ペタハッシュを超える状況になりましたが、5万ペタハッシュを超えてきたあたりから、こちらの5万ペタを上下する動きが足元では続いております。続いてでございます。はい。 え、外販を予定しておりました、え、お、おります、GMO マイナー B3 の外部販売の状況でございますが、こちらは一部、電子部品の調達が難航しており、出荷を現在延期しております。部材調達につきましては、現在調整を行っている段階でございますが、マシンの出荷が可能になった段階で、皆様にはお知らせをしてまいりたいと考えております。 続いてでございます。10月9日に発表いたしました、ステーブルコイン、GMO ジャパニーズイエンというステーブルコインを発表したわけですが、こちらの発表以来、多くのメディアの方にご紹介いただきまして、期待やそういったポジティブなお声をいただく一方で、ティッカーシンボルである GMO Japanese Yen を略した GYG が読みにくい、あるいは覚えにくいなどのご意見を多くいただいたため、G Yen というキッカーシンボルに変更させていただくことにしました。こちらはそのロゴとなります。さて、そのステーブルコインの説明ではございますが、背景といたしましては、私たちは仮想通貨事業の えーまあ、決済における領域の、まあ、参入を、まあ、参入を考えまして、えー、価値の安定した、えー、仮想通貨である、えー、ステーブルコインこちらを2019年中の発行を目指して準備を開始すると、えー、いったところを決定をいたしました、えー、現状ですね、まあ、仮想通貨の、まあ、決済として、えーまあ あまり向いていないという指摘の多くが、ボラティリティが高くて、実際の決済に使えないと、そういった指摘が多くございます。このステーブルコインですが、安定した法定通貨であります、日本円と連動したエンペック通貨となっております。 で、この G 円につきましては、私どもが発行したいとなりまして、この発行額の相当の価値を担保していきたいというふうに考えております。具体的に申し上げますと、仮に 1G 円を日本円の1円相当で発行いたしまして、これ取引所を通じまして、皆様にご利用いただけるようになりますが、 これは、まあ、いわゆる日本円と連動した価格が安定した、まあ、暗号通貨ですので、流動性安定性が確保されて、いわゆるこの暗号通貨の拡大につながるというふうに考えております。で、まずこちらですけれども、日本ではなく海外、アジアを中心とした海外の取引所への上場を目指して、 価格変動リスクの低い暗号通貨の提供を通じて、ボーダーレスな取引を実現していきたいと考えております。最後でございますが、g m ズ空ネット銀行についてご説明したいと思います。7月17日にサービスをスタートいたしました。まずは順調な立ち上がりとなりました。 現在の出資比率ですが、当社とグループ会社の GMO フィナンシャルホールディングスの合計で14.9%の出資比率となっております。今後、金融庁様の主要株主認可、そして青空銀行様との合意によって50、50%まで出資させていただく予定となっております。こういった座組でイコールパートナーとして事業を開始をいたしております。 まずは3年以内の黒字化を目指していきたいと考えております、はい。足元ではグループの各サービスの連携が開始をされております。こちらは GMO クリック証券との銀行口座を連携させる証券コネクト口座。こちらによって即時振り替えを提供させていただいております。また11月の中旬には えー、か、GMO コインも、ま、同様に、え、即時決済の連携を開始する予定です。え、また、グループといたしましては、え、当社、え、並びに GMO フィナンシャルホールディングスが、え、銀行代理業の認可を受けました。え、こちらによって、え、グループのサービスをご利用いただいているお客様向けに、え、銀行口座開設のご案内をすでに開始をしております。 続いてでございます。サービスのロードマップとなります。あらゆる領域におきまして、当社グループの各サービスとの連携が始まっております。銀行サービスとして当たり前の機能を提供するのみならず、テクノロジーバンクとして利便性、多様なサービスに応じた API 連携などを積極的に推薦していきたいと考えております。今後の戦略にもぜひ引き続きご注目いただければと思います。 はい、えー。ということで、えー、本日のプレゼンテーションにつきましては、えー、以上になります、えー。ご清聴いただきましてありがとうございました。すべての人にインターネット。